変木の構造メリアスとは、編み物の古い呼び名。メリアス編みで編んだ生地、またはそれらの生地を使用した製品を指す。伸縮性に優れ、靴下類や下着類、手袋や帽子など日常衣類の多くに利用されている。一本、または数本の糸を輪の形にした罠の中に次の罠を入れることを順次繰り返し、布状に編む。編み無形状により表メリス編と、 ウラメリヤス編みの2種類があり、編み目を作る編み針の糸の供給方向により抜きメリヤスと強メリヤスの2種類がある。日本では編み物の伝統が弱く、17世紀後半の遠方を、元独年間にスペインやポルトガルなどから靴下などの形で編み地がもたらされた。そこでポルトガル語やスペイン語で靴下を意味するポルトガル語のメアシュやスペイン語のメディアスから添加した。 メリアスが編み物全般を指すようになった。メリアスという漢字は伸縮性があり、代償がないこととする説がある。主に武士が電柱に出資する際の旅を作る技法として一部武士から庶民にも広まった。1950年代までは機械編みによる薄地の編み物全般、肌着、靴下などの伸縮性を求める、衣類全般、または伸縮する記事を広く、 メリアスと呼んだ。その後、編み地の医療が一般的になった上、英語などから借りた衣服関連の新たな外来語が多く使われるようになり、現代ではメリアスという用語は主に肌着に用いられ、編み地全般はニット、アウターのカジュアルウェアはジャージーと言われる。そのうち縦編みのニットについてはトリコットとも称される。ありがとうございます。